テストの追い込みそれとも時間以上の仕事をこなそうとしてるストレスは私たちが難題を抱えたり、打ちのめされたときに感じるもの。しかし、気持ちの問題だけではなく、ストレスは全身を駆け巡る生来の身体反応だ。短い期間であれば、ストレスには利点があるが、あまりに頻繁だったり、長時間続いたりすると。 原始的な闘争,闘争ストレス反応は脳に変化を及ぼすだけではなく全身の他の多くの臓器や細胞にまでダメージを与える婦人はストレスホルモンであるコルチゾール別名アドレナリンとして知られるエピネフリンやノルエピネフリンなどを分泌するこれらのホルモンは血中を駆け巡るので血管や心臓に簡単に届くアドレナリンは心臓の鼓動を早め 血圧を上げ引いては高血圧を起こすコルシゾールは内皮つまり血管内壁の機能不全を起こす現在科学者たちはこれがアテローム性動脈硬化つまり動脈にできるコレステロールプラークの初期症状であることを知っているだけでなくこれらの変化は心臓発作や脳卒中の発症の可能性を高める脳がストレスを感じると 自律神経系を活性化するこの神経連絡のネットワークを通じ大脳はストレスを腸の神経系に伝える胃の具合が悪くなるだけでなくこの脳と腸のつながりは食べ物が腸内を通る腸内の自然なぜん動運動を妨げやがて過敏性腸症候群をもたらすその結果食道や胃が酸に対して敏感になり 胸やけを感じるるようになる腸の神経系を通じてストレスは腸内バクテリアの種類や機能まで変化させ消化機能だけでなく健康全体も脅かす消化に関して言えば長期的なススストトレスはウエストに影響するかもちろんコルルチゾールは食欲を増幅するエネルギーの貯蔵庫を高カロリーの食べ物や炭水化物で満タンにするように体に伝えるので甘いものが欲しくなるのだ。 高濃度のコルチゾールは余分なカロリーを内臓脂肪にするこのタイプの脂肪はズボンのボタンをきつくするだけではないのだホルモンやサイトカインと呼ばれる免疫システムの化学物質を活発に分泌して慢性疾患のリスクを高める例えば心臓病やインスリン抵抗性など 同時にストレスホルモンはさまざまな形で免疫細胞に影響を及ぼす最初のうちストレスホルモンは外敵への反応や傷の治癒を助けるが慢性のストレスは免疫細胞の機能を損なわせ病原体に感染しやすくし回復のスピードを遅らせる長生きしたい それなら慢性的スストレスを避けるる必要があるなぜならストレスは細胞の年齢を測る染色体の靴ひもの先端的なテロメアの短縮と関係しているからだ染色体の先端にあるテロメアは細胞が分裂するたびに遺伝子高度が損なわれることなく DNA が複製されるのを助けるが細胞分裂のたびに徐々に短くなっていくのでテロメアが短くなりすぎると細胞は分裂できずに死んでしまう。 これだけでもうたくさんなのだが慢性ストレスの健康への悪影響はさらに多様でニキビ脱毛性的機能障害頭痛筋肉のこり集中力の欠如疲れ怒りっぽさなどがあるではどうしたらよいのか人生は常にストレスに満ちているしかし脳や体全体にとって重要なことはストレスにどう対応するか。 もしこのような状況を勝ち目のない恐怖だと思わずに自分が制御でき克服できる挑戦だと思えれば短期的にはより良い成果を出し長期的にも健康でいられるはずだ時間管理にに、スストトレをを感じているあなたたちょっとししヒントをご紹介します。コンピューターから機械の立場からのアドバイスをこの動画で確かめてください。